腐体の毒草力、各種強力な生物が出てくることに定評のある不屈の毒草力ですが、今回はこれで全地を出そうというデッキになります。もちろんエンチャントである全地は毒草力からは出てきませんので、まず1回目の毒草力で侵食するマイコシンスを戦場に出し、侵食するマイコシンスによってライブラリーの全地をアーティファクト化、2回目の毒草力でアーティファクトとなった全地を戦場に出すことができます。毒草力を x=2で唱えれば良さそうに見えるのですが、 x 枚追放してまとめて戦場に出すという挙動上うまくいきません。1回解決させてマイコシンスが出てからもう1回解決させる必要があります。そこで今回使うのが二重の一撃。コピーカードなら何でも良いのですが、予見から1マナで唱えられるので採用。これで x=1 の毒草力をコピーすれば x=2 で唱えるのと同じ計5マナで侵食するマイコシンス、全地と続けて戦場に出すことができますね。5マナ用意して毒草力打てるなら全地使わなくても勝てるだろうというツッコミは受け付けておりませんのでご了承ください。さて、堅固な証拠を引けていれば4ターン目に決められていたのですが、残念ながら土地ドロー、次のターンまでお預けですね。ご覧の通り遅めのコンボなので除去もそれなりに入れてるのですが、今回はここまでで1枚も引いてないですね。お相手が遅めで助かりました。ちなみに全地からの勝ち手段は先ほど抽出した方程式の球界などを経由して銀座市の首謀者の習得をサーチ、あとは外部から福井を使ういつものパターンです。方程式の球界が毒草力のサーチにも使えるのがスマート。そもそもデッキコンセプトがスマートじゃないというのは置いておいて、さてさて、ノーガードのこちらに対してお相手の盤面は充実、ギリギリ一手差でコンボが間に合った形になりましたね。それでは皆さんご賞和ください。ウーター A の同空層を領空、ああ、やりたかったことができて満足です。実は完全なる統一のプレビューを見て真っ先に思いついたギミックだったのですが、どうあがいてもクソデッキにしかならなかったのでここまで温めててしまった。診断前に供養できてよかったです。対戦ありがとうございました。メタンカッパー、過去一需要のなさそうなデッキリストはこちらです。手持ちの資産で組めるならスパーキー相手にでも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。